はい、小野からやってまいりました浦林宝介です、今年ですね、受賞させていただきました、今日ここで、踊らさせていただきます。今回のテーマ「スベラビト」芦原の国を治めた赤かがち、次なるは中央政権マホロバの国、危機から消し去られたもう一つの国取り物語です。それでは参りたいと思います。高校と司法に輝くまさかりの定め、それを背負いし赤かがち、ここに国取りの物語が始まる。スベラ。道は開かない。では我らスベラビト。